はようございます。今回はこれから5分間の瞑想を一緒に行っていきましょう。まずはあぐらをかけるスペースを作ったら軽くストレッチをしましょう。特に首や腰を伸ばしたり回しておくと瞑想中も疲れずに済みます。お手洗いも済ませておくのがベストなので、まだの方はここで動画を止めて行っておきましょう。いってらっしゃい。はい、では改めて瞑想に入っていきましょう。ゆっくりと座ります。椅子で行いたい方は椅子に座っても構いません。僕はこの座禅用のミニ座布団を Amazon で購入しました。体が硬くてあぐらがきつい方にはおすすめです。ストレッチをしながら大きく口から息を吸って勢いよく長めに吐き出します。手のひらは上か下楽な方に向けて指で軽く輪を作りましょう。輪の形をキープしておくことでうっかり眠ってしまうのを防いでくれます。それでは今から5分間の瞑想を始めていきます。軽く目を閉じてゆっくり息を吸って、ゆっくり息を吐きます。ゆっくり吸って、ゆっくり吐きます。できる限り手は動かさずに呼吸だけに集中しましょう。背筋はピーンと伸ばすイメージです。どうしても足がしびれてしまったりした場合はもちろん動いても大丈夫ですが、できる限りそのままの姿勢を保ちましょう。もうすぐ瞑想を始めて3分が経ちます。仕事のことや家族、恋人のこと、あるいは自分自身のことが頭をよぎっているかもしれません。頭をよぎる思いはそのままで大丈夫です。ただ何かが頭をよぎっているときは呼吸が浅くなっていることが多いので、また大きく息を吸って大きく息を吐いて、自分の呼吸に集中しましょう。それではそろそろ5分が経ちます。最後にもう一度大きく息を吸って大きく息を吐きましょう。ゆっくり目を開けていきます。忙しい朝の5分を自分のために使えたことに感謝をして、今日も頑張る一日をスタートしていきましょう。これで5分間のサラリーマン瞑想を終わりにします。お疲れ様でした。